まず初めに感じたのはやっぱりあの他の外国の方々の、まあ、英語力がすごくしっかりしているなと思いました。だからまあインターナショナルにいろいろとこうつながっていくにしても、まあ、言葉の壁はまず日本にとって大きいだろうなと思いました。で一方ですごく日本に期待している、日本がいろいろとやっぱり進んでいるっていうことをこの社会事業とか社会起業家のところで他の国の方々が感じているらしいので、そういった意味であのそのバリアさえ取り除ければあの十分に この地域に貢献できるんじゃないかなというふうに思いました。まあ個人的なことで言うとあまり実はそんなにこの自分がやっているその自閉症スペクトラムの問題っていうのが他の地域ではまだまだなのかなと思ったら、案外とあのやはり世界的な共通な課題として認識されていて、いろいろなアプローチがあるっていうので、あの少しちょっと感動しましたね。だからやっぱりどこの地域でもやっぱりステージは若干違っても、まあ、抱えている問題は同じなので、そういった意味ではすごくこういったネットワークという機会はありがたく思いました。